皆様こんにちは。今回は Google フォトで作成したアルバム内の写真を規則に従って一気に並べ替える方法をご紹介させていただきます。Google フォトで作成したアルバム内の写真は手動で並べ替えができるほか、古い順、新しい順、最近の3つの規則の中から選択して一気に並べ替えることができます。Google フォトで作成したアルバム内の写真を一気に並べ替える方法は、まず Google フォトで並べ替えを行うアルバムを開き、メニューアイコンをクリックします。表示されたメニューからアルバムを編集をクリックします。表示される青い編集バーの一番右端にある並べ替えアイコンをクリックします。あとは古い順、新しい順、最近の中から選択するだけです。古い順、新しい順は写真の撮影日時をベースとして並べ替えが行われ、最近はアルバムに追加した日時をベースに新しい順で並べ替えが行われます。またこの設定は継続して適用されるので、新しい写真を追加した場合もその規則に沿って並びます。このほか今回の並べ替えはスマートフォンアプリでも同じように行うことが可能です。今回ご紹介したアルバム内の写真の並べ替えは、例えば都度写真を追加しているアルバムで新しい順に表示されるように設定する場合などに役立ちます。是非参考にしてみてください。以上、 Google フォトで作成したアルバム内の写真を規則に従って一気に並べ替える方法のご紹介でした。